皆様おはようございます。今日も沖縄はいい天気です。暑いですけど少しまあね風があります。でも大阪よりも暑くないんじゃないかな。今日はこれから沖縄のぜんざいを食べに行こうと思っています。沖縄のぜんざいといえば暑くないんですね。氷とあんを別々の器に入れて持ってきてもらい、自分の食べる分だけあんを氷の上に置いて食べると、そんな感じで沖縄のぜんざいを食べに行きます。まあ、富士屋というところなんですけど、以前何回か行ったことあるんですけど、地元の人気店です。富士屋さんがそばまで近づかなわからんという、急に見えてきました。ここですね、ここあ、お客さん入っていった。以前はステーキもやっていたんですけど、今はステーキやっていません。なんかすぐですね、歩いて国際通りからすぐでした。富士屋ぜんざいを食べちゃおうかな。とりあえず入ってみます。こんにちは。これいいね、ショッピングスペースと分かれてるという、まあ、素敵なお店ですね。ああ、やっぱりミシンのテーブルあるよね。ちょっとだけミシンを取らせてもらおう。これ昔の、あ、ミシンじゃないわ、氷かき機だ。あ、ミシンばっかしまった。すいません、ミシンはこれでしたね。はい、すいません。このタコスが人気ですか？タコス人気です。じゃあこれをもらいます。はい、ありがとうございます。すごいなあ。あれ、このサンボールは気にならんかったな。氷の T シャツ、富士屋の T シャツ。いくらなんだろう。2700円だってこれ。それでも可愛いね。嬉しい。おお、そうそう、これがついてるんだよね。これが味噌なんだよね。この食感とぜんざいの食感、美味しそう。おお、すごい。じゃあいただきます。氷の上に乗せて、こういうぜんざいの食べ方なんです、沖縄は。うん、美味しいね。こんな感じでね、食べてるんですよ。Thank you.
冷たくて、甘さは強烈な甘さはないですから、うまいうまい。あっさりした甘さで、これで手割れを。さっぱりして、あのお店で売ってるかき氷の甘さがありますよね。あの甘さの半分ぐらいですね。本当に、何杯でも食べれそうな甘さです。完食しました。あとはタコスを注文しています。これが、お店おすすめのタコスです。おしゃれ。こんな感じですよね。美味しそう。大きさもそこそこ大きいですよ。次はこれをかけてみます。これは美味しそうだよ。なんかね、アメリカンの味がしますね。今のソースかけると、おいしい。タコスもおいしいけどね、ぜんざいはそれ以上にうまかったね。完食しました。おいしかったです。これスモーキーホットとグリーンホットですね。ですね。ごちそうさまでした。